でこのプログラムは一言で言うと、東京外大が提供している、博士前期課程のですね、ダブルディグリープログラムということになります。このプログラムにはですね、中央ヨーロッパ大学、そしてフィレンツェ大学、新リスボン大学、そして、イナヌコといった研究機関大学が関わってますけど、これは全部ヨーロッパの大学研究機関ですけども、このプログラム自体は決してですね、ヨーロッパそして日本に限定されていません。実はヨーロッパ出身の学生の方は少なくって、それだけじゃなくって、アジアそしてアメリカからですね、参加している学生が入ってきています。でそれはみんなが共通に、英語を使ってコミュニケーションするというプログラムです。グローバルな社会の一つの縮図っていうかな、ミクロコスモスっていうのがこのプログラムに出来上がっています。歴史に関心ある学生さんももちろんなんですけれども、例えば博物館でのこういう学芸員のようなお仕事に関心ある人であるとか、あるいはゲームとかですね、メディアですね、映画とか、ドラマとかを通じた、そういうメディアを通じて過去を、作っていこうというふうに考えている人たち、あるいはジャーナリストですね、国際、機関であるとか、あるいは NGO といった、組織に、今後活躍の場をですね、考えている人たちにもですね、ぜひ参加していただきたいと思っています。皆さんにとって歴史っていうのは、例えば教科書で学ぶ歴史とか、それから歴史学者が書いているものを読むっていうことがあると思うんですが、誰にでもそれをこう解釈したり、歴史的な事実よりもイメージの方が大きいってことはあるんじゃないかなと思うんですね。ゲームの中で出てくる織田信長の像と、それから皆さんが高校で勉強した日本史の中で出てくる織田信長とイメージと、どっちの方が皆さんにとって身近かといえば、多分教科書よりはドラマとか小説とかゲームなんじゃないかなと。なんでそのようなイメージがみんなに共有されるのか、なんでみんなが そういうイメージのもとに織田信長を語るのかっていうこと、これはすごく重要なことだろうと思います。社会の中でドミナントな集団が、作ってきた歴史で見えなくなっていたものをどういうふうに取り戻すかって、例えば公共圏における歴史ということを考えるときに、ロンドンの実践っていうのは割と大きな例として挙げられるんですが、皆さんロンドンに行っておく、例えばウェストミンスター寺院があったり、あるいはその国会議事堂があったり、ロンドン塔があったり、その他その他、歴史的な遺産には事欠かないし、ロンドンを訪ねるとみんなそういうところを見て歩くでしょう。でもある時期からロンドンにはたくさんの移民の人たちがやってきて、移民のコミュニティがあって、ロンドンの都市の歴史を作ってきた。ところがあたかもその人たちが、いなかったかのようにロンドンの歴史が書かれてしまうとすると、それは大きな問題ですし、今のロンドンを、理解するにも役に立たない。特に女性たちの歴史はそういった景観といいましょうかね、都市の景観の中では見えにくくなっているところがあります。でそういう人たちが見えなかった、見えにくかった人たちが、作ってきた歴史を都市の空間の中で表現したり再現したりするっていう、問題意識といいましょうか、運動が1970年代の半ばぐらいからあちこちで起こってくるんですが、それは公共圏における歴史、あるいは公共の歴史っていうものの、起源の一つだろうと思います。ここは外語が立つ前は米軍のキャンプがあったところ でその前は、中島飛行機っていう、戦争中ゼロ戦を作っていた会社の広大な敷地があって、 ですから1944年の11月でしたっけね、この地域は多摩地域でも珍しくかなり厳しい爆撃を受けてるんですね。で外語のキャンパスに立った時に、果たしてそういう歴史をどのぐらいの人が思い出すのか、あるいは今残念ながらそれについての記念碑があったりするわけじゃないんですけれども、このキャンパスの空間にもそういう歴史が眠っているといいましょうか。ですから公共圏における歴史っていうのは常にこう、歴史を研究するってことと、それから、今の社会で歴史がどんなふうな役割を果たすのかっていうこととがこう行き来している。FIPS の授業は、コアコースと呼ばれる必修のゼミと、それから、選択、いくつかの選択の授業からなっています。でコアコースの授業では、去年
と今年と続けて公共圏における歴史と記憶というあのテーマで、さまざまな大学の先生方にご協力いただいて、日本と世界の歴史を講義をしていただいています。最近では、日本軍の慰安婦の問題に関する講義ですとか、一般的に日本と韓国のこう歴史問題、歴史認識問題として議論されることが多いんですけれども、そうではなくてこう日本の帝国主義、植民地主義の歴史、それが伴っている、必然的に伴っているジェンダー抑圧、そういったものについて、まあ、広い視野から制度的な視点も含めて、本学のキム・プジャ先生に講義をしていただきました。HIPS の、 あの特徴は、学生がその様々な、世界中の様々な地域から来ているということで、質問もあの自分の出身地域の歴史、あるいは自分のテーマと関わらせたようなあの質問があります。と、例えば自分の地域にある交渉制度というのがあるんですが、まあ、交渉制度とそういう慰安婦制度というものの、 あの関係についての質問などが出ていました。HIPS のプログラムは、学部を終えてそのまままっすぐ修士に上がってきた学生もいますし、さまざまなこう実務化経験を経て入学してきた学生もいます。でそうした学生の中には、例えば美術館でそのキュレーションの仕事をしていたという学生もいて、そうした学生は自分の研究テーマもその博物館のいや美術館の展示を通じて歴史認識、歴史問題を伝えるにはどうしたらいいのかというようなテーマを設定していますし、修了後もそうした教育啓発活動ですね、そういったものに携わりたいという希望を持っている、そういった学生もいます。おじいさんだったかが、ゲリラ闘争の過去を持っていて、修士研究は論文ではなくて、そのおじいさんが森の中のゲリラ闘争、森の中に潜んでゲリラ闘争に従事していたんですけども、何年もにわたって、でそれをですね、音で再現するっていうプロジェクトを考えています。それはもうただのイメージではなくて、やっぱりいろんな資料を読み込んで、つまりそのゲリラの人たちっていうのがどういう状況の中でどんな、例えば食料生活をしていて、どこから食料を獲得して何に、常に警戒していて、どんなこうペースで何ですか、生活をして、果たして彼女らの耳に何が入ってきたのかっていうことを、最後は想像力で補わなきゃいけませんけれども、その想像力を羽ばたかせる手前までは、資料とかそれからインタビューで、そのゲリラの人たちが置かれた状況を再現しなきゃいけないわけですよね。歴史研究とか歴史の記述とは違った、そのゲリラについてのイメージを現代の人たちに伝えることができる、そういうことを目指している人もいます。 Well, first of all, I recommend studying abroad to any of our students. I think it's just a wonderful experience to go abroad and study in a different country, in a different culture, and to learn things from another perspective. But the particular advantage of a double degree program is that there is a large amount of coordination between the universities. So the staff in the various universities running the HIPS program, they're talking to each other very regularly. We're discussing the best way to supervise the students and who would be most appropriate to help the student to research what they want to research. So it's that level of coordination. And also getting a degree from universities in multiple countries is obviously very good for people who want to live and work internationally in the future. I teach a class which looks at the history issue in Asia. We think about the legacies of the Japanese Empire and the Asia-Pacific War and how that continues into modern Asian politics. And in my class, I'm looking particularly at things like how the war is reported in the current press, what kind of documentaries, what kind of news coverage there is on television, what's being said in Japanese museums, this kind of thing. We look at various materials and we discuss them as a class.
I have very good impressions of the HIP students because they're highly motivated to learn about this topic. They're coming from a lot of different cultural backgrounds, so they're bringing lots of interesting perspectives into the classroom. And you know, a double degree is a lot of work over and above a single degree. And it's that depth of motivation, that depth of interest that the HIP students bring to the class, which I find most stimulating. We are never short of people making, you know, interesting comments for, you know, lively class discussions. That's what I think is best.